自殺の原因5つのポイント。精神科医樺沢翔の樺チャンネル。先日俳優の三浦春馬さんが自殺されたというニュースが流れ、ショックを受けられた方も多いのではないかと思います。ネットを見ますとね、なんで三浦さんが自殺したんだろうとか、そういったものを推測するような記事とか SNS の投稿とかが非常にね、たくさん見られました。私も自殺は結構専門というか、自殺の本も書いてますので、かなりね、詳しいとは思うので、今日は自殺の話ということでお伝えしたいんですけども、実際三浦さんがどういうことで悩んでいたとか、そういう個人的な部分を詮索したとしても、それはもう完全に推測の域を得ませんので、あくまでも一般論として自殺の原因、あるいは自殺の原因と関わる5つの話っていうのを今日ね、お話したいと思うんですけども、実際問題としてそのまま三浦さんにも当てはまってくるものでもあるんですね。全ての自殺する人に当てはまってくるので、逆に言うと自殺を防ぐためのヒントっていうのも今日の話の中にも出てくると思いますので、興味がある人も役立つし、興味がない人も知っておいてほしいというね、全ての人に知っておいてほしい話題でありますし、自分が自殺しなくてもね、自分の友達とかでも自殺する方って結構いらっしゃるんですよ。10年20年生きてるとですね、自殺って毎年2万5000人ですか、今ね、少し前は年間3万5000人亡くなってるわけですから、誰か彼かと自殺というものが自分と関わってくるっていうのがあるので、どうやればそれを防ぐことができるかというヒントも含めて話していきたいと思いますね。まず一つ目ですけどね、自殺というものは複数の合わせ技で起きるということです。今回の三浦さんのそういう原因を詮索するような投稿とかを見ましても、この原因はこうこうこうだったんじゃないのかとか、いろいろな人がいろんな原因を詮索してるんですけど、たった一つの原因で自殺するってことはまずないんですね。うつ病とかもそうなんですけど、たった一つの原因でうつ病になるってことはまずないんですね。いろんな原因が複雑に関わり合ってですね、自殺するのが起きるわけです。例えば経済問題、会社が倒産したりですね、破産した場合自殺する確率が高まるっていうふうに言われてますけども、それは高まるんですけど、実際問題として年間会社どのぐらい倒産してるかっていうと、ものすごい数の倒産してるんですけども、そのうちで 1% も自殺しないんですよね、別にね。ということは、会社が倒産したから自殺するかっていうと、 7-8% の人が倒産して自殺してるなら分かるけど、 1% も満たないわけだから、それだけではないですよ。だからね、そういうものすごい精神的なストレスとか苦しい状態っていうものに対していくつかの要素が重なるので、自殺っていうのは起こってくるっていうふうにまず理解してほしいなというふうに思います。だから自殺というものは何々したから自殺したっていうふうに、そう単純なものではないという、あるいはそれを抑止する要因というのもあります。例えば誰かが親身になって相談に乗ってくれていたならば、ものすごいそういう精神的なショックを受けたとしても、なんとか自殺しないで済む可能性というのが出てくるよとかですね、いくつかの要素が、プラスの要素とマイナスの要素が掛け算によって起きてくるっていうのが自殺というふうに考えますので、何々があったから自殺したんだっていう、そういう単純な議論っていうのは正直バカらしいというか、完全に間違っているというか、決めつけというかですね、大体だから本人もわからないんですね。私も自殺未遂で助かった人に対して何人も診察してますけども、なんで自殺したんですかって言った時に、そんなの説明できる人なんていないですよ。誰も、何十人もそういう人見てるけども、言葉にならないですね。そういう単純なもんじゃない、いろいろ大変なことが重なって、わーってなって、あーってなって自殺するという、そんな感じだと思うんですね。こうこうこうだから死にたいですっていう、そんなロジカルなものではなく、頭の中から嵐のような状態だったら、あーってなって、もうやだーみたいな感じになって、わーってなるっていうね、そういうイメージなので、そんなこうこうこうでこういうふうにして困ってるから自殺しますっていう言葉で、そんなにロジカルに説明できるものでもないのでございます。とはいえ、いくつかの自殺に関する要素っていうのは他にもありましてですね、2つ目がね、孤独っていう要素ですね。言い換えると相談しないってことなんですけども、私の新刊のですね、ストレスフリー超大全でも書いたんですけども、相談するっていうのがストレスをフリーにする一番簡単で確実で効果が高い方法です。逆に言うと、相談しないっていうことがストレスをものすごく溜める、一番健康に悪い、ストレスに悪い習慣、相談しないっていうことがね、自分で解決できないような問題で我々は人生の中で遭遇することがあります。そうなった場合、自分で解決できないから誰かの手を借りるしかないんですけども、相談しないっていうのは人の手を借りないってことですよね。したら絶対解決するはずがない。そうなってきた場合、問題は大きくなるだけ、さらに対処不能、解決不能になってどうしようもなくなってきて、あーってなるっていう、だから相談しないことによって問題はひどくなるし、相談することによって改善に向かう可能性があるし、もし改善に向かわなかったとしても、相談することによってガス抜きができますから、不安や焦燥や苦しみっていうものが減じるので、自殺のリスクっていうのを減らすことができるんですね。で、自殺した人を調べた場合において、3分の2、3人に2人は誰にも相談しないで自殺してるっていうのが大体の統計です。相談っていうのは、それを一言でも漏らした場合は相談になりますので、つまりですね、自分が死ぬか生きるかっていうこの重大な問題において、自分の親友にも言わないし、友人にも奥さんにも誰にも言わないでいきなり死ぬ人が3人に2人なんですね。
で周りの人はびっくりする、なんで死んだんだみたいな、3人で2人です。逆に言うと、もっと相談してればもうちょっとその割合って相当減らせんじゃないのという形ですね。まあ、そんな生きるか死ぬかにかかるような問題を他の人に言うにも恥ずかしいって言ったらだけども、ちょっとおこがましいというか、ブレーキをかけてしまう、ブロックをかけてしまうっていう、そういう心理ももちろんあるんだけども、それをやっぱちょっと相談するっていうことによって減じることができるんですね。孤独っていう問題があって、孤独っていうのはどういうことかっていう、友達がいないとか家族がいないということではないんですよ。友達もいるし家族もいるんだけども、本人の中でそういった壁を作ってしまったら孤独なんですね、自分は。だから心の持ちようの問題です。奥さんもいるし子供もいるけども、そういう患者さんをインタビューした場合において、私の気持ちを分かってくれる人は誰もいないっていうようなことをおっしゃるんですね、患者さんがね。いや、奥さんもいるしお子さんもいるじゃないですかっていうね、本人の中で孤独を作り上げちゃってるという、それが一つの危険要素、自殺の危険因子になると思います。逆に言うと、心を開いていくというかね、できるだけつながるようにしていくってことが自殺の予防にもなるし、それは自分自身が心を開いていくっていうこともあると思うし、あるいは何か困ってるような人がいた場合において、非常に打ちのめされているような人がいた場合において話を聞いてあげたり、つながってあげるっていうことが、まあ自殺の予防になっていくという形ですね。なんか孤独っていうものが自殺の原因になるし、つながりっていうことが予防になるってことです。3つ目ですね。3つ目は絶望っていう話なんですけども、絶望した人が自殺するんですよ。まあ、これはなんとなくわかると思うんですね。希望があれば自殺しないです。 1% でも希望があった場合、人間というのは自殺しないです。その希望というものが見えなくなった時に、あるのかもしれないけど気づかないとか見えないとか、まあ、例えばさっきの会社が倒産したとしても、自己破産すれば別に何ともない場合もあるわけだけど、本当に困ってる人って自己破産っていうシステムがあること自体知らない人もいるし、気づかない人もいるんですね。だから希望というものがないと思ってしまう、本当はあるんだけどね、持ってしまうと絶望になってしまうんですね。絶望するともう死ぬしかないと形になってしまいます。人間って追い詰められた状態において、すごく視野が狭窄するんですよ。例えばブラック企業なんかに勤めてね、もうどうしようもないって言った時に会社辞めればいいじゃんってほとんどの人は思うんだけど、追い詰められちゃうと会社を辞めようというアイデアすら浮かばなくなっていくんですね。人間はもうその日降りかかる出来事を何とかこなしていくだけでいっぱいいっぱいで、だから会社辞めればいいじゃんっていうのは視野が広い人のね、考えですね。そういうふうに鬱になったり、ものすごく忙しかったり、自殺を考えたりしたら、ものすごく視野が狭まってしまうので、他の人から見るととても当たり前の解決法っていうのに気づかなかったりするんですね。結果としてそれが自分自身を追い詰めて絶望になっていくという形ですね。逆に言うと、希望というものがあると非常に抑止力になるということですね。よくあるのが、例えばいじめ自殺っていうのがありますけども、この場合においていじめっていうものがなくならなかったとしても、学校の先生とか家族が一生懸命親身に寄り添っているとですね、なんとかやれるものなんですよ。一番良くないのは、学校の先生がいじめっ子の方を擁護するようなことを言ってしまったりする場合、この場合自殺っていうのは起きるんですね、結構ね。なぜかというと、学校の中において学校の先生だけが唯一の味方なわけだけど、その先生がいじめっ子の方についたとしてならば、希望がゼロになっちゃうじゃないですか。絶望です。希望がゼロになるってことは絶望なので、自殺ってことが起きるんですね。だからいじめっ子がいじめをしていても、学校の先生はとりあえずそのいじめの子に寄り添って話を聞いてあげたり、親身に関わっているうちは、そうそう自殺は起きないです。それ希望として捉えられていればね。これ他の場合もそうですけども、だから希望っていうものを失わない、あるいは皆さん方がそういう人がいた場合において、困ってたらいつでも相談に乗るよっていうふうに言ってあげるだけでも希望になるんですね。つながってあげてるっていうかね。どう、何か困ってないって言っても、本人は大丈夫です、大丈夫ですっていうふうに言っちゃうんだけど、そういう人っていうのは、まあ、だから何かあったらいつでも相談して話だけを聞くよっていうふうに言ってあげるだけでもすごく希望になります。ですから、まあ私なんかも精神科医として、そういう本当に死にたいっていう人に対してどういう言葉をかけるかっていうのは非常に難しいんだけども、困ったら相談に来ていいねっていうふうなことは、まあ常に言い続けるようにします。それでは希望をつなげるっていうことですね。4番目、自殺の原因となる関連ポイントですけど、4番目はですね、お酒、アルコールっていう形になりますね。アルコールと自殺の関係っていうのは、あまり一般の人には知られていないと思うんですけど、まあ、ストレスフリー滞在の少し書いたんですけど、こう踏み込んだ話としてね、自殺者の3人に1人はアルコールが検出されています。つまり自殺する人の3人に1人はお酒を飲んで酔った勢いで自殺してるっていうことなんですね。逆に言うと、お酒飲んでなかったらその3人に1人は自殺してない可能性が高いってことです。逆に言うと、お酒をみんなやめたとしたならば、自殺は3分の1ぐらい減らせるっていう、ざっくりとそういう、まあ、イメージですね。あとですね、慢性的な飲酒、1日3合以上の飲酒をしている人は自殺率が 2.3 倍に高まります。もっと深い飲酒をしている人はさらに高まります。いいですかね。ストレスフリー大全でも書きましたけども、お酒っていうのをストレス発散にするのはやめてください。
大体ストレス発散の方法って言ってほとんどの人が思いつくのがお酒なんですね。まず最初にね、お酒はストレス発散にはなりません。これストレスフリータイム何回も書きましたけど、もう一回言いますけど、お酒はストレス発散にはなりません。なぜかというと、お酒っていうのは一時的には気分をハッピーにしてくれると思うんだけども、単なる鎮静作用なので嫌なことを忘れさせてくれるだけです。逆に言うと、その問題の根本自体には何の解決にもならないから、次の日また朝起きたらうーってなる。でお酒を毎日のように飲んでるとうつ状態になります。ですか、間違いなくうつ状態になってきます。うつ状態になっていくと余計気分が沈んで、余計死にたいという気持ちが出てきます。あとストレスホルモンも高まってきます。継続的に飲酒していくと、なんかストレスが増えるんです、お酒を飲むと。いいですかね、お酒を継続的に飲むとストレスが増えてうつになります。あと睡眠が悪くなります。睡眠が悪くなった場合においてメンタルがものすごく不安定になります。不安も増えます。つまりお酒を飲むことによってメンタル的にものすごい悪い状態にどん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 進んでいくんです、加速度的に。結果としてその最終まで進んだものが自殺という形になります。だからお酒を飲酒量が多かったり毎日のように飲んでいると鬱になる率も高まるし、自殺率も高まります。先ほど言いましたように自殺者の3人に1人はお酒を飲んで自殺している。特にビルの上から飛び降りたり列車に飛び込んだりするっていう激しい自殺の人はものすごい高濃度のアルコールが検出されることが多いです。だからそんな恐ろしいから普通の状態では飛び降りられないんですよ。ビルの上からとか列車に飛び込みとかもう恐ろしくて普通の人はできないと思うんだけど、実はお酒の力を借りるとそれができてしまうというところがお酒の恐ろしいところね。なのでそういう自殺をちょくちょく考えてる人が、で毎日のように酒飲んでる人はたまたま泥酔した時に何か間違った勢いで自殺しちゃうってことが相当に多いということですね。まあ3人に1人です。自殺してる人は3人に1人はその可能性があるということです。冷静な状態でいればそんなことしなかったかもしれないんです。ということで、そもそもだから落ち込んだ状態でストレス発散のためにお酒を飲むっていうことをまずやめないといけない。あと飲酒量がそういうので増えている人の場合は減らすように関わっていかなきゃいけないということですね。5番目、最後ですね、突発的自殺というのは、突発的に起きるんですね。三浦春馬さんの報道で食事の予定が入っていたらしいんですね。なのでネットで見ると自殺する人が食事の予定を入れてるのがおかしいみたいな、ね、なんか別の、他殺とまで書いてないですけど、なんか別の自殺じゃないんじゃないかみたいな、そういうことを書いてる人がいたんですけど、全くおかしくないですね。よくあることですね。自殺というものには2つの要素があって、これもストレスフリータイゼンでも書きましたけど、起死燃料っていう死にたい気持ちっていうのと、あと自殺衝動っていうもの、この2つが必要なんですね。人間が死ぬのは死にたいっていう人はすごく多いんですよ。多分10人に1人ぐらい死にたいという人いるんじゃないかと思うんですけども、自殺で亡くなる人が2万5000人いるんですね。救急車で自殺未遂で運ばれてくる人っていうのは大体年間で30万人以上います。その救急車の統計を見るとね、救急車で運ばれなくても自殺してる人っていると思うんです。その数倍いると思います。さらに死にたいけどアクションを起こせないっていう人もいると思うので、それ全部数百万人という数に多分なると思うんですね。だから自殺したいというふうに思ってる人は本当に10人とか20人1人ぐらいいても全くおかしくないんですけど、ほとんどの人は自殺しないですね。なぜかっていうと自殺衝動っていうのが少ないから。自殺衝動っていうのは今すぐ自殺しないとという切迫した状態ですね。ストレスフリータイゼンに書いてあるんです。自殺行動っていうのは自殺燃料×自殺衝動で起きるんですね。でちょっとこれ引用すると、自殺燃料っていうのはなんとなく死にたい、生きるのが辛いと考えている、慢性的継続的に存在するたくさんの人が持っている状態ということで、おそらく死にたいなってことを考えたことある人って多いと思うし、多くの人が持っているものはこの自殺燃料ってものですね。それに対して自殺衝動って何かというと、今すぐ死にたいという強烈な衝動、じっとしていられないエネルギー、ある時に突如として強まるが、ピークは5分から10分、メンタル疾患の人に特に起きやすいということで、焦燥感っていう言葉で書かれてる本とかもあると思います。じっとしていられないっていう、もうイライラしたり、はぁーって感じです。ざっくり言うと自殺衝動っていうのはね、精神的なエネルギーの高まりですね。とてもちょっと理解しづらいとは思うんだけども、もういても立ってもいられないような。あるいはそういう人って本当にそわそわしたりですね、明らかにこの不審人物のような形になって、もう椅子に座ってることもできなかったりするという、実際患者さんとかを診察するとね、不思議なことにその自殺衝動って30分も続かないんですね。実際そういう患者さんが運ばれてきた時に観察したり話してたりしたら、10分ぐらい話してるとすごく落ち着いてくるんですよ。さっきまでもう死にたいとか叫んでた人が普通に薬も注射もしないで10分ぐらい話してると落ち着いてきたりするんです。自殺衝動の一つの特徴っていうのは、5分から10分でピークでバーンって上がるんだけど、ピークが下がってくるので、だから命の電話ってありますけども、命の電話とか意味がないみたいなのが、あんな電話で話したからって自殺をやめるってことはありえないって言う人もいるんだけど、そんなことはない。自殺衝動を乗り切る意味はものすごくあるんです。
自殺燃料というものをゼロにすることはできません。いくら話してね、30分1時間聞いてあげても自殺燃料を、まあ、ゼロとも言わず、例えば100のものを50に減らすのは30分1時間話を聞いたかって、そんなことはありえないけども、自殺衝動というものは話聞いてあげるだけで5分か10分で済むわけだから、30分ぐらい電話ででもね話を聞いてもらえてたらかなり収まるんですよ。そういう意味でそういう電話で誰かに相談したりするっていうこともすごく意味が、ね、あることなので、まあ、自殺衝動で人間は自殺するんですけども、それっていうのはごく短い時間で一気に高まるものなので、うまくそれさえ電話とか SNS とか何がしかのものでコミュニケーションを取ることで乗り越えるとですね、一つは自殺を抑止するための手がかりにはなりますね。だから普通の人は怖いから自殺できないんですよ。死にたいなと思ってても恐ろしいから。だけど自殺衝動が高まった瞬間に行動してしまうっていうことですね。起死燃料って死にたい気持ちにベースにビューンと自殺衝動が高まってしまった時にたまたま死んでしまうっていうのが一つの自殺のパターンです。そうでないものもあります。例えば3ヶ月前に昔の友人に会いに行くとかね、自殺する3ヶ月ぐらい前とか1ヶ月ぐらい前に本当に学生時代の親友に会いに行って、それから1ヶ月後に自殺するっていう方もいらっしゃるんだけど、逆に珍しいんじゃないかなと思いますね。むしろ自殺っていうのはそういう自殺衝動が高まった時に突発的に起きるものなので、予想不能であったり周りの人から見ると昨日まで全然普通だったけどみたいなことっていうのが多いと思うんですね。まあ、突発的に起きるっていうことは怖い、逆に言うと。でその突発的な原因は一つはお酒って可能性もかなりある。お酒で酔っ払ったりその勢いでっていうことも衝動性を高めるってことになるんですね。で今回の三浦春馬さんの自殺と直接関係あるのかないのかってこともあるんだけど、私5月のねコロナの緊急事態宣言が解除される時に出した動画と、あと東洋経済オンラインの記事とかで、だいたい今から 1,2 ヶ月後にね、うつが増えて自殺っていうのがその後増えてきますよってことをまあ予言してるんですね。それっていつかっていうと6月か7月なんですよ。やっぱりコロナ疲れっていうのかな、コロナ疲れが原因で起きるわけじゃない。さっき言ったようにうつ病なり自殺っていうのは合わせ技で起きてきますから、合わせ技で3つとか4つとか5つぐらいのいくつかの原因が重なってね、メンタル的に追い込まれて起きるわけですけども、今コロナ疲れって多分皆さん疲れてると思うし、不安持ってない人ほとんどいないと思うし、未来に対する希望とかも持てないし、経済的にも下手すると自分の会社潰れるんじゃないかっていうふうに思ってる人も多いと思うんで、漠然的にこのコロナ疲れっていうかコロナによるストレスっていうのを抱えてると思うんですね。だからもう合わせ技3本のうち1本ぐらい全員が持ってる状態なので、ある意味危険な状態っていうのかな、全ての日本人がね、世界中の全ての人と言ってもいいかもしれないけども危険な状態なんですね。なんか逆に言うとそういった部分で言うと、今後もっともっとそういう自殺というものがね増えてくる可能性が懸念されるので、まあ今この時期にこういう動画をね皆さんにお送りしてるんですけども、まあ、コロナ疲れってちょっとバカにできないかなというふうに思いますし、メンタルの疲れっていうのは3ヶ月ぐらいの時差、まあ、3ヶ月から半年ぐらい後に起こってくるっていうのが多いんですね。なんか本当にショックな出来事があってもすぐ自殺する人って少なくて、それをなんとか我慢していろいろやりながら、それでもやっぱりうまくいかないからって言って追い込まれて追い込まれてって3ヶ月とか半年とか経ったりするので、そういうことも含めて言うと、まあコロナで今いろんな会社がね潰れたりとか、非常に生活が厳しくなってくるとか、いろんな悪い状況っていうのはこれからも増幅してくることを含めるとね、自殺の危険性っていうのは多くの日本人が抱えているのかなと、あなた自身が抱えているかもしれないし、あなたの友達やあなたの職場の人たちが抱えているかもしれない。まあ今日のね話すると、我々ができることっていうのは少ないけども、話を聞いてあげるという、相談に乗ってあげるという、これは結構できるんじゃないかなというふうに思うので、お互いですね、それは別にね困ってる人をなんか自分が偉くなったような形で聞いてあげるってことじゃなくて、さっき言ったようにコロナの時期なんでみんながやっぱり落ち込んでて不安を持ってるので、こっちも聞いてもらうし相手も聞いてあげたりするという、このお互い様のね感覚でこのつながりというのかな、そういったものをこう強化していくっていうこと、これを今まで以上にねやっていかなくちゃいけないのかなというふうに思うんですね。孤独の反対のつながりというものがこの自殺というものの一つの予防因子、防ぐためのね切り札、具体的には相談する、話を聞いてあげる、これが当たり前なんだけども、うまく話が聞けてガス抜きっていうのかな、そういうエネルギーっていうものが分散されるような、解消されるような部分っていうことがあると、最悪の事態まで進まないで済むということがあります。という形で、まあ自殺の原因となる5つのポイントということをねお話ししまして、非常に複雑で分かりづらいし、なんで自殺するんだろうっていうふうに皆さん思うんだけども、今日の話を聞くと、あ、そういうこともあるんだなと、そういうパターンもあるのかということで、かなり整理されたかなというふうに思いますので、ぜひね今日の話参考にして、皆さんが元気でね楽しく生きる、そしてあなたの家族やお友達もまた元気で楽しく生きられるように役立ちいただけたらなと思います。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。